皆さんこんにちは。ペットの悩み解決チャンネルです。今日は犬の寿命が縮む行動5選というテーマでお送りします。飼い主の方々は日々の生活の中で意識すべきポイントを5つピックアップしました。ぜひ最後までご覧ください。その1、運動不足。犬は適度な運動が必要な動物です。運動不足になると肥満や健康問題のリスクが高まります。特に小型犬や室内飼育の犬は運動量が不足しがちです。定期的な散歩や遊びを取り入れて運動不足を解消しましょう。また犬の年齢や体調に合わせた運動を行うようにしましょう。その2、食事の質、量。犬にとってバランスの取れた食事は健康維持に欠かせません。与えるフードの品質や量によって犬の健康に大きく影響します。高カロリーな食事や人間の食べ物を与えることは肥満や健康問題の原因になります。栄養価の高いフードを選び必要な分量を与えるようにしましょう。また犬の年齢や体調に合わせた食事を行うようにしましょう。その3、歯磨き不足。犬の歯磨きは健康維持に欠かせない要素です。歯石がたまると口臭や歯周病の原因になります。また歯周病は内臓疾患を引き起こすこともあります。歯磨きが面倒な場合は歯の健康を守るためにも歯石を取り除く歯科治療を受けることも検討してみましょう。その4、予防接種の不備。犬に必要な予防接種は年に一度の定期的な受診が必要です。予防接種を怠ると犬の免疫力が低下し感染症や病気にかかるリスクが高まります。定期的な予防接種は犬の健康を維持するために非常に重要です。また獣医師とのコミュニケーションを大切にし必要な予防接種や検査を受けるようにしましょう。その5、ストレスや不安。犬にとってストレスや不安は健康に悪影響を与えます。例えば放置や虐待、家庭内の問題などが原因で犬がストレスを抱えることがあります。また留守番や変化が多い環境での生活もストレスの原因になります。犬のストレスを軽減するためには十分な運動や愛情を与えることが重要です。また必要に応じて犬の心理に合わせたアプローチを行うことも必要です。いかがでしたか？以上が犬の寿命を縮める行動5選でした。愛犬を健康に長生きさせるためには適切な運動、バランスの取れた食事、歯磨きの徹底、定期的な予防接種、ストレスの軽減が必要です。犬を飼う人はこれらのポイントを押さえて愛犬と一緒に健康的な生活を送りましょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。いつでも見返せるようチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。ではまたね。